対戦相手の方が見つかりました。少しパーティーを変更してきました。オーダイルを抜いて代わりにギャラドスを入れて、でガルドの持ち物を変更した形ですね。ライボルとの通りはどうだ、これ良くねえな。良くないけど、ライボルギャラっていう並びでいけばまあまあですね。うん、ギャラ今回シギバーでも止まらない方だから出していきたいところ。ただ月光下で簡単に消耗するのも嫌なので、まあ、ライボギャランドとかになってくんのかな。バナも悪くないかなって気はしますが、いや、バナも悪くないな。てか、相手のパーティーにさ、バナ一方的にきついってやついないよね。シギバナが入るか、バナランド、ギャラドスとか、で、悪くないはず。これでいきますか。はい。では、対戦よろしくお願いします。ギャラを入れたことによって、威嚇要因が増えたので、物理がメインのパーティーには結構強く出れますね。相手のパーティーは、まあ、物理も特殊もいるけど、強力な物理アタッカーもいますからね。ドリューズ、オッケーオッケー、これは悪くない対面。ステロマイケ取られても別にいいか。で、型破り、まあ、それはいいでしょう。で、メガ進化して、こう目ザパにしとくか。ギガドレイン読みの不思議バナバックとかもやってこないか。まあまあいいでしょう。どうせワンパンされることはないので、そこもとりあえず問題ね。いきなりドリルとかやめろよ。おいおいおい、あ、やめろや、マジで。嘘でしょ。まあいいけどさ。次のギガドレってどっちが入るんだ。メザパの力120でギガドレインの火力が、ああ、メザパのが入るか。けどどうせ落ちないからな。いや、でもワンチャンこれランス落とせるかもしんないんで、メザパにしときますか。引いてきた。ああ、あれだ。結構が。神通力でも持ってんのか。 いや、神通力持ちはなかなかいないけどな。いてもまあ落ちないんで、一発で、シギバナは。ここギガドレインで。相手これバナで積んでる説ありますね。身代わり、あー、これ、ノーマン、それか、激流月光で身代わり貼るやつは見たけど、変幻自在で貼ってくるんだ。まあいいけどな。何をしてくる気ですかね。その身代わりなんか意味あるのかな。エドリギ読みとかそういう感じか。ギガドレインで。まあ、仮に激流だとして、あ、陣ついて持ってんの。 これさ、身代わり貼んなかったらさ、ギガドレイン、なんだろう、ギガドレインで落ちなかった説ない。ってか、落ちないかな、この HP から。どうだろう、落とせたらさ、身代わりがどう考えても当たんなってますよね。ですよね。 身代わり貼んないが良かっただろ、どう考えても。 で、月光が倒して、ちょっと相手の方、ドヤ顔を決めようとして失敗した形になりましたね。ドリューズ、相当シギバナが重たいと見た。まあ、ラストマリウリとかだろうから、ギャラが残ってればとりあえずいいんですよ。で、ここは、まあ、一応 HP 回復でも兼ねてギガドレにしとくか。どうせまあ、当たるかな、俺当たったまんましゃあない。まあ、2回打ってるんで当たってもおかしくないですね。こっちからしたらな、月光河を割と簡単に処理できたから、このドリル当たったところでって感じがしますね。で、ここはドリューズ。ドリューズじゃない、ランドロスで。ドリューズスカーフか、直帰ではないと思うけど。で、相手のパーティーは地面技一貫しているので、ここは地震で。ドリュー、まあまあ、そう簡単にポンポン当たる技じゃないですかね。いや、相手でもこれめちゃめちゃだな。まあでも相手からしたらあれか、バナにはある程度強くいってるか。ドリューズもまあバナに一方的に弱いわけじゃないし、結構神通力持ってたんで、バナ重すぎって落としたけど、そんなこともないですね。ちょっとマリウリあたりか。ああ、じゃあ勝ちですね。死んで削ってギャラで締められるので、だいたいいけるはず。地震で。腹太鼓積んでくるかな。秋山 Z 切ってないですもんね。まあ、ただ、仮に太鼓つまいてもギャラがワンパンされることはないので、結構入るな。アクアテール当たらない、当たってても勝ちなので、これはズルでもなんでもないです。はい、対戦ありがとうございました。まあ、割と安定コードで勝てましたね。タイプじゃないか、パーティー相性が結構良かったですね。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティー
が、バシャーモ、スイ君、ランドロス、カプテテフ、月光がカプコケコということで、まあ、ライボから入るのがいいですが、問題なのは、やつ、カプテテフですね。テテフに対しては、ガルドナと投げがまあまあ良さそうか。ガルドの刺さりはでもかなり微妙だな。微妙だけど、やってやれないこともないか。ライボ、ガルド、ギャラが一番いいと思うんですが、どうだこの選出。相手のコケコがちょい重たい。まあ重たいけど、相手からしたらこっちバナランドライボっていうんでなかなか出しづらいでしょうね。まあこれでいくのがいいかな。はい。では対戦よろしくお願いします。初手は多分テテフじゃないかなと思ってるんですが、テテフ来たらまあまあきつい。あ、ランドガン、まあとりあえずそれはいいでしょう。ちなみにここは交換しません。もういつもこの体が突っ張るって決めてるので、まあ、ある程度強引な突っ張ができるような耐久振りなので、できるようにするための耐久振りなので、ここは突っ張ります。レザッパーで、まあ、ここをランドバックとかギャラバックが読める場面なので、相手からしたら普通に自信をされることはあんまない。体感は本当に2割ぐらいしか打たない。体感ね、あくまで体感ですが、2割ぐらいしか打たされないので、他目ザ氷。まずこれで持ち物判別をしての、直帰ではないけど D にはつやつ打たれた。ただこれは耐えることもある。 OKOK、 調整がいきましたね。でメザッパで、ただあれだな、月光街の手裏剣圏内には入っちゃいましたね。かといってここ月光街の10万とかはさすがに押せない場面なので、それはちょっと勘弁してください。引いてきたか。バシャーモ、バシャーモだったらいいよ。ボルチェンで、まあここ素引きしたいところだけど読まれる可能性もあるんでね。ここボルチェンをする。剣舞とかも最悪だしね。剣舞雷パンチだったらもう試合終わっちゃうので、ここでボルチェンを当てることにまあまあの意味がある。守る、まあしゃあないね。ライバーも切りますか。まあ動けるんであればボルチェンでいいけど、ここガルドから入りたい気もするけどな。フリアドライブ、雷パンチ持ちの可能性まあまあありますよね。雷パンチって落ちるのは耐久振ってる場合は耐えるんだけど、守る剣舞はあんまいないから、ガルドから入るのはありっちゃありか。雷パンチだと一気に負けるもんな。この方のガルドなので、まあ、ワンチャンぐらいはある。キングシールド安定策ですね。ここは剣舞はもうないと考えてます。一回 A 下げて引いてくるタイミングに合わせて身代わりを張ってみたいなプレイングでごまかしごまかしやる作戦。守れば相手これ意味ないからな。まあ意味なくはないけど、あんまりおいす、こっち結局こっち禁止張れるので、守ればあんまり卓ゲート、あー引いてきたか。ランドロスかってことは、あーなるほどね。こいつの前でギャラが舞う作戦ですね。この交換をある程度読んでいた。独独で、まあ一応トンボ返りとかガンプとかしてくる可能性。お、これは遅いランチの方が早いな。こっちのギルガード最速ですからね。今はあんまりいない最速ドクドウマもギルガード自身、まあ落ちないだろうけど、いいダメージはもらってしまいますね。いいダメージどころじゃなかったな。
神木の実なんだよなこいつ。だからここは守らずシャドーボールでぶん殴った方がいい。こっちの方が早いんだからその理由を生かしていきましょう。直帰だったらライブのメザ攻略あんな入んないと思うんだよな。直帰の場合はシャドーボールと落ちなそうなんで、まあ、その場合はギャラで待って試合を決めに行きますか。でシャドーボールでいく、落とせー、オッケー、急所有効かもしれない。まあ、ガルドはこの HP がでも仕事ができるかな。この方はスイ君から来た。あ、そいつはいいぞ。こいつの前でギャラ舞えばいいもんな。だから独独で S 振ってやつか分かんないけど、振ってなかったらこっちの早いしね。 OK 独独通る。まあ眠るもっていう可能性もあるけど、最近ちょっと眠るもちゃ減ったんであんま考慮してない。はい、まあ、あとは焼けなければ大体勝ちですね。いやでも2回ぐらいチャンスがあるかな、相手に焼くチャンスが。まあでもしゃあないな、そこは。まあ、ギャラを先に出したらよかった説もありましたが、雷パンチの場合も負けてる試合なんで、一応そこも考慮してのこの立ち回りですね。でここはドラゴンダンス、なんとか相手ギャラ重たいしね、戦術的には。これ焼けるなよ、ここ風。うわー、いい技お持ちで急所。まあまあこれしたね。いやでもこれちょっとあれだな、一回かわさないときついな。立ち回り的には雷パンチやっぱあるんでしょうねこれ。だから終わり、うまい、かわさないときつい、一回でいいから。まあ一回かわしても卓芸なんですが、ここ風おっしゃったか、ここ風はかわすことのある技なんで、ブル風。はい、ダメージはだいぶ抑えられてるのでそこはいいんですよ。いや卓芸じゃないな、一回かわしたらもう Z で勝ちだから、相手のバシャーモンの守るターンに出て押せば勝ちだから。飛び跳ねるでスイクを突破してね。だからここは外すかどうかの外さねだ まだあと何回か耐えそうで、独特で先にスイクが落ちちゃうからな。このターンは生き残るか、あと2回ぐらいチャンスがあるっちゃうか、どっちかでかわせれば勝ち。リュウマイ、なんか木戸美水君だったりしないかな。ボール風当ててきますね。まあそもそも外れる技でもないですからね。木戸美水君だってありがたいんだけど、ないか、木戸美くん、木戸美じゃないかこのターンしかねえぞチャンスは。リュウマイ、あとはまあ馬車が S 落としてる場合は一応守るの可能性があるからな。でここドラゴンダンスで、さあここですよ、かわせ、くぅ全部当てられたまあしゃあない、まだ負けじゃないんで、これはバシャーモが守ってくれば勝ちだからな。守ってこなくても S 勝ってれば勝ちだし、一応こっちのキャラは結構 S 振ってきてるので。いやでもメガバシャーモって大体最速かな今、まあ、これで雷パンチがないとかだったらあれなんですが、守ってこい、バシャーモ。まあでも絶対こっちバレてるな、 Z 技はファイナルダイブクラッシュで。守ってこい、守りたいだろ、ここ入った一戦ありがとうございました。完全敗北。